スター。そして大熊のサナールスターです。さあ、準々決勝です。もうね、みんな余裕なくなったせいか1試合の時間が短くなってるような気がしますね。そうですね。これも一気に決まってしまうんでしょうか。はい、白い大きな腕をつけているのがサナールスターです。うん、そして、黒い腕の方がトライアン。はい。それでは3分キャンプを決めて絶対ヤシ君が勝ちます。はい。さあ、お互いに横に向いて始まりました。そうですね。そして移動スピードも速いです。速いですね。さあ、少し引っ掛けてダウン取りました。サナールスターがまずポイントリード。はい、はい、おっと、いいですね、今のこちらはステップ。今ね、サナールスター倒されそうだったんで、しゃがんでかわしました。で、逆に相手を倒してスリップを加えましたよ。さあ、すくい上げるようにして、これは大スリップ。大スリップですけども、はい、サナールスターのスリップ。はい、はい、おっ、これはダウン。これは赤ダウン。スリップポイントが動きました。4対1。はい、サナールスターが非常に有利です。はい、白いと腕の方のサナールスターが非常に有利になっております。はい、ダイヤル、それは時間は1分35秒あります。うん、1分53秒あります。はい、さあ、トライアル、まだまだチャンス、反撃のチャンスがあります。おさあ、お互いに様子を見ながら、かなりリングの端に、さあ、これで一気に分からなくなりました。ポイントは2対1、はい、ポイントは2対1になりました。で、試合の行方は分かりません。はい、さあ、大きな腕を上げて、さあ、お互いに3ポイント欲しい。はい、それぞれに近づいてますが、投資勢、さあ、緊張の一瞬です。1対1の失敗が許されません。さあ、体勢整って、さあ、これが指のオープン。サナールスターうまい。はい、サナールスターマットを控えた。おお、お互いね、これ最強のパンチが当たってるんですけど、かわしますね、お互いに。もうここまで来るとね、はい、ディスよりも何よりもね、集中力ですね。そうですね、ともかく一発で決まります。はい、この状態が非常に長く続いています。では集中力が切れた方が負けるぞ。気をつけろ。お互いにスクエアを似たようなタイムの攻撃です。ありがとう。ウィナーサナールスター、おめでとうございます。おめでとうございます。決勝戦進出です。さあ、ロボットも落ちたけど気持ちも落ち込んだ。大丈夫。